スタートしました。トニージェントがまず好スタートを切っていきました。先行争いですが、まず間からグローリーサンディ、やはり行きました、グローリーサンディ、そしてエアウィード、シルクディバインと3頭が抜けていきます。その後、ジョーノブラボーが続いて、トニージェントは5番手を進んでいきます。1周目の3コーナーに向かって、その後ろから2番のマツリダブロッコ、剣先端並んで、1番の内海ジョーダンは後方から3頭目、そしてサイレントグリーン、最後方からスズランロード、1周目の3、4コーナーの中間に入っています。6番のグローリサンディ1馬身のリードを取って4コーナーのカーブ、これから正面スタンド前に各馬が出てまいります。6番のグローリサンディ1馬身のリードを取りました。ジョーノブラボーが2番手、3番手シルクディバイン、4番手エアウィード、トニージェント並んで、間祭りだブロックが続いていきます。その後中段グループ剣先端、さらに1番の内海ジョーダン、続いてインコースに並んでいるサイレントグリーン、最後方からスズランロード、第1コーナーのカーブに入っていきました。6番のグローリサンディ体半分から1馬身のリード、1コーナー回っていきます。2番手にはジョーノブラボーで今残り 1000m 切りました。その後1馬身半差の3番手から4番シルクディバイン、その後も1馬身半差エアウィード、トニージェント並んで向こう上面に入ります。その後も1馬身半差2番マツリダブロッコ、半馬身差剣先端並んで、1馬身差で内海ジョーダンが追走していきます。内海ジョーダン依然として後方から3頭目、そして10番のサイレントグリーン、2馬身相手スズランロード最後方です。しかし各馬固まってきました。馬群が徐々に凝縮して今600を切っていきます。第3コーナーのカーブに向かっていきます。グローリサンディのリードは1馬身、2番手が固まってきました。トニージェントが2番手から前に接近して第3コーナーカーブしていきます。シルクディバインがそのうち400を切りました。エアウィード、あるいは間を回っているのはジョーノブラボー、外から内海ジョーダン、今2番手集団の外に持ち出していきました。第4コーナーのカーブ直線コースに向いていきます。グローリサンディがわずかに先頭、直線に向きました。トニージェントが並んできた。トニージェントグローリーサンディ粘っている。その後エアウィード、内海ジョーダンは今4番手の一線、伸び足かいています。先頭はトニージェントか、トニージェント内粘るグローリーサンディ、トニージェント5塁、桐花賞3連覇、東京二世記念に続いて2つのレースで3連覇を達成しました。